何その曲。お疲れ様でした。何してるの？安全装置が出ない。いや、ちょっと、のぞきゃ、だからカバー。あ？壊れちゃう。うん。何そうね。あ、そりゃ出ない。座ってみなさい。でかすぎじゃない？すごい座り心地。マジ快適なんだけど。いやこれすごいでしょ。再販とかなったらね、毎回一瞬で売り切れちゃう。寝てんな。おい！あーっと、どうした？あーっと、猫パンチ。いいじゃん。ね、快適でいいでしょ。ね。危ないよ、あなた。ちょっと。まだ早いよ。もっと頑張って。は？早く組み立てろよ。こういうことじゃん、したら。こうじゃん。ちょまだ早い。これこうじゃん。どっから伸びたってこれこうじゃん。もうちょっと頑張って。何よ？テレレレレレレレ。テレ、宇宙の前で。かっこいいじゃん。いやいや、これ前父さん欲しいって言ってた。あの調理用に。あれ、もうすごい。え？違うんだって。ちょっと一旦座んな。え、そんなにお金ありました？なんかお店に置いてあったから持ってきた。最悪だな。絶対いいハブさんじゃん。持ってきた。何それ？それ仕切りでおでんやるやつじゃないの？地球でおでんやるやつではないね。マキシマム仕様のポテトスティック食べてきます。もうさ、終わってくれませんかね。みんな大好き。でもさ、もう、ね、日暮れてきたよ。うん。おー、すごいね、火力。え、ちょ、私もやってみたい。これ見える？マイナスとプラスのネジある、ここに。これプラスの方に回して。おーおー、すごい。いや、かっこいいね。うん、かっこいいけど、ちょん押してっから。何？記念日だから。記念日だね。記念日ゆっくり、ゆっくりしたでしょ。うん、も
お腹空いてポテト食べてるよ。そうなのか。何ね、もうほんとさ、もう進むやん。それさ、もうさ、いらないって言ったやつだよね。最初欲しいって私すごい言って、その後やっぱいらないやって言ったよね。ん？いや、でもいらないなんとか言ってもさ、やっぱ、いや、これ嫁調理しやすくなるだろうなと思って。嫁のことを愛してるとね、親指に力が入るんだよね。まあ俺ポチポチ人差し指でやるんだけどさ。親指関係ないやん。もう終わるよ。終わりますよ。え？もうないわ。もうさすがにない。実はまだね、揃ってないのよ。ただね、見たらね、ニョンさん思い出すと思う。何思い出すって？自分が発してしまった発言を思い出すと思うよ。何これ？これちょっとここで出せないね。後日にしましょう。後日、こうご期待。私はそれがちょっと何かわかんないけど、見た人はあーってなるんだろうね、知ってる人はね。どうかな、これ使ってる人俺見たことないかな。何を買った？分かってる人はコメントください。うんうん、私に教えてください。ご飯にしようよ。そうだね。おはようございます。こんにちは、こんばんは。日本チャンネルです。一応結婚記念日なんだよ。なるほど。本当はね、あの13日なんだけどね、結婚記念日。ちょっと前倒しで遠征をキャンプに行くんで、結婚記念日と、あと、ね、うちのまな娘ちゃんが先週ね、虹の橋を渡りまして、今ちょっとここにもいるわけですよ。遺骨ペンダントです。中にパトちゃんの分身さんが入ってます。うん、これからはね、と一緒にキャンプに行けるということで。行く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 。ああ、喋ってる。今日のビール、キリン、秋味です。我々とパトちゃんにこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ああ、うまい。ご飯作っていきましょう。おう、クリクさんのワンポンドステーキ、念願の。とんでもなくでかいよこれ。手結構でかいって言われるんだけどな。いや、でっかいわこれ。牛タンコニーク。牛タンコニーク、これ楽しみだったのよ。やっていきましょう。クリクさん、いただきます。かぼちゃとパプリカのマリネ作ってきました。美味しそうでしょ。うん、ほら、伊藤さん来週行くから遠征。うん、免疫上がるものをと思って。いや、あなたパトちゃんじゃないの？お、このパトちゃんどうしたんですか？北海道のキャンプ YouTuber さんで仲良くさせてもらってるイオチャンネルさんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、パトちゃんが亡くなったってことを聞いて、うん、でそれで作ってくれたんだよね、羊毛フェルトで。ね、すごいよね。パトちゃんと一緒、お花ピンクなの。うん、ね、これから一緒にキャンプ行きますから。はい、ありがとうございます。かわいいね、 DOD のお皿。割とちゃんと深さがあってすごい使いやすそう。これはですね、ボスの30周年記念の、あ、そうなんだ。コーヒーを6本買ったら1枚ついてきますっていう。どれで家にいっぱいコーヒーを飲む。そうだからね、あの、なるほどね、缶コーヒー60本買ったんだよね。いや、これ見て、熱いし、この切れ目が絶妙の切れ目。美味しそう。うん、あ、もう美味しそう。俺なんかもう美味しいからね、もう香りでね、もう美味しい。これ全部流れてってるけどって。俺の鼻の吸引力知らないの、マジでダイソンだからね。吸引力。うん、これは無表だわ。うん、まっ。あ、本当だ、すごいしっかり味付いてる。山わさびをコスコースしてんのか。コスコースのフルコースってこと？
ちょっと何言ってるか分かんないか。分かんないよな。ちょっと分かんないですね。そりゃな。だって言ってる俺が分かんないんだから。そうだよね。おお、これはでっけ。このグリドルパン36センチなんだよね。ああ、肉の大きさを物語ってるね。小肉さんのワンポンドステーキにかけるスパイスのご紹介お願いしていいですか。ああ、我が家がアンバサダーを務めさせていただいております。はい、風刺用さん、うまミックスと辛ミックス。おお、で本当はね、もう一つねカレーもあるんだけど、うん、カレーは今日は使えません。うん、今日はうま辛でいくよ。下手くそじゃん。うわ、めっちゃ肉汁。なんかステーキさ、硬いやつとかあるじゃん、焼いたら。うん、全然プルンプルンしてるんだけど。プルンプルン。これは小肉さん売れる意味わかるわ。戻せよ。うん、でっかっ。あ、いい音。うん、美味しい。うまいべな。うん、ダブルで美味しい。でも俺辛いく。うまっ。辛い。あ、辛い。あ、結構辛いやつ。うん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 。ああ。あか。なんかさ、記念日どうしようみたいなんでさ、ハトちゃんのこととかもさ、固まったからさ。プリスさんのこのステーキはもう本当いいお祝いに立ったね。プリスさんが言ってた。肉をいっぱい食べると幸せになれるよってなった。なったのか。なったね。マジか。ずっと食ってられるんだけど。たけるさんが買ってくれたアウトドアモンスターのシェラーカップでサワー飲んできます。たけるさん、ありがとうございます。たけるさんってあたしやないかい。デザートはキャンプデロマタさんの東北海道産スイートパンプキンのケーキと丸ごと焼きリンゴ。これがスイーツってなんかすごいね。メスティンで作るスイーツ。すげえ、マジでリンゴじゃん。はい、これを温めていきます。はい。どうなってるかな、それオープン。おお、なんかさっきより大きくなってない。あ、蓋して。あ、蓋。あ、すげえ。いらっしゃいませ。いいらしい。かぼちゃから食べていい？いいよ。かぼちゃ最強。うん。うん、甘じょっぱい。このさ、メスティン1個ぎゅうぎゅうでこのかぼちゃでいてほしい。かぼちゃが好きだからさ、誰か私にかぼちゃ料理を振る舞ってください。お願いします。前はね、たけるさんね、あのかぼちゃ1個をくり抜いてそこにかぼちゃのシチューを入れるっていうやつ作ってくれたんだけど。作った。フレンチばっかり作ってたもんね。作ってた。フランス料理です。エッグベネディクトね、オランデーズソースから作って。オランデーズソース何それさ。作り出したら本当こだわりすぎて、もう最初から作んないと気が済まないから時間がかかるのよね。作る量えげつなかったよ。あー、デートでたけるさんの家遊びに行った時、お昼食べるかってなって、家でそば作ろうってなった。ざるそば、うん、何人前食べるって結局8人前のそば茹でて綺麗に食べたよね。綺麗に食べた。家の近くのさ、ローソンがさ、割と仲良くさせてもらっててさ、でその時手羽餃子ハマってたじゃん。ハマってた、うん、手羽餃子100個とか頼んでさ。やばいよね、もう止まらなくて食べなくなったね。食べなくなったけど、あのペヤングのギガマックスは一回付き合って。普通に食えるけどね、うん、
あ、こんばんは、うん、いいですか、あ、今撮ってる、撮ってるけど大丈夫ですよ、あ、もうなんか常に回しっぱなしなんで大丈夫、はい、そういうことなんだ、はい、あ、いやいや、こちらこそありがとうございます、あ、なるほど、なるほど、はい、ね、どうも、今日はどうやらもうずっとこれ便利ですよね、これ便利だって何してるの、なんか知らないうちに買ったでしょとか言われて、お仕事どういった関係の、なんか鶴の里でネクタイしてて、見ましたよすいません、急にちょっと長居しました、すいません、ありがとうございます、じゃあまた明日もよろしくお願いします、はい、失礼します、ふとかなら俺がつけても割と緩めな気がするじゃあこれ足のやつか、そう、うん、腕のやつで動いた、今日はね十五夜でね、めちゃめちゃお月様も、あ、ほら綺麗、この焚き火が終わったら待ちか、おやすみしましょう、はい、それじゃあまた明日です、おやすみなさい、おやすみなさい。起きなさい、ふんふんやってる、はい、おはようございます、おっと、いや俺、下手したら行くやつや、おはようございます、おはようございます、はい、チコチャンネルさんからいただきました、しじみラーメンと青森煮干しラーメン、パッケージかっこいいよね、いやすいません、あのペッペッペッペやっちゃったんですけど、一つ一つ新しいギアなんか今度ちゃんと説明するんで、じゃあニョンさんがご飯を作ってる間に片付けするって、はい、じゃあお願いします、はい、麺の硬ささ、バリカタ、針金、そのままどれがいい？優しさ。優しさ。そうか、優しさか。あ、それか、柔らぎ。柔らぎ？お葬式みたいになってない？はい。ありがとう。この世のすべての食材に感謝を込めて、いただきます。いただきます。うん。うん。うまい。うまいな。うん、ああ。貝って感じする。うまい。何ですのこれ。ラーメンです。体も欲しくなるよね、わかる、ねえ、カトちゃん、ほら、うん、ダメでしょ、パパにそんなこと言ったら、なしんぷ、ほら、カトちゃん、ダメだよ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、いいねボタンを押してね、なんか台本かなんか読んでる、ね、ありがとうございました。これに憧れてるんでしょ、これこれこれ、あ、はい。
いや、いいね、どうする、もらってく、実はテーブルがあって、うん、で、お、すげえ、で、で、これテーブルになっちゃうんですよね。あ、そういうことか。うわー、めっちゃいい。で、実はそれがこっちも同じことできますよ。これをガチャッとやって二段ベッドの上は閉まっちゃって、これで、おお、すごい、こうなってんだ、これすごい。そしたら今度また同じこと でこれまた同じようにできちゃうんですよね。だってもう家いらないよぐらいになっちゃうよ。確かに、ね、このコンロも使えて、ガスでこの冷蔵庫も実は使えるんですよ。ガス冷蔵庫なんですね。ガスと電気と、うん、ガスと電気とバッテリー。これトレーラー借りた時、はいはい、冷蔵庫使えるんですか。うんと、一応寝るだけにさせてもらってるんですよ。ストーブは使えるんですか。ストーブはこれにお願いしてるんですよ。ああ、これで全然十分なんで、セラミックストーブで、うん、あとこれはここ、クーラーつけてますよね。クーラー、うん、で、ここはトイレ。今これも就寝専用したのでトイレは使えないんですけど、これもちょっと荷物入ってるんで、ちょっと本当はね、トイレ使えて、であとシャワーも一応ついてるんで、まあ、ちょっと今キャンパーさんっていうか、ここに泊まれる方はちょっと煮炊きは禁止してるので。かわいい。あ、網戸、網戸いいね。マジでこれだったら家いらなくなっちゃうよね。家いらない。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、この子が、はい、あ、かわいい、ゆりちゃんです。あ、かわいい。